はい、どうも大阪神戸スパーズです。神戸スパーズの藤です。大阪スパーズのジュンジュンです。はい、今回はローンウォッチ 14-2 をやっていきます。 14-2 ではクラーク、オキリナ、トレーシー、ファロットについて振っていきます。まずはクラークから。クラークはまずミドルスブラ戦に62分までの出場となっています。この試合はスタメン出場で、まあ、最初左サイドにいて、この試合ちょっと、まあ、驚きというか良かったのは、全然勝負を仕掛けなかったんですけど、クラークまでこの試合は左サイドで出て、サイドでちゃんと切り返してから勝負を仕掛けてた。で、勝負を仕掛けた時にちゃんと、右足でキックできるスペースを作ることがちゃんとできてて、それで、まあ、キック自体はうまくいかなかったりもしたんですけど、ちゃんとキックするコースを作れてたっていうのが良かったなっていうふうに思いますね。ちゃんと勝負仕掛けれるやんって思いました。で、後半からは右サイドに行ったんですけど、ちょっとカットインするの失敗したりだとかは良くなかったなっていうのと、気になったのが、ちょっとフィジカル弱すぎないかなっていうのがちょっと気になりましたね。なんかデュエルが勝てないなって思いましたっていうのがミドルスブラ戦になります。そうっすよね。僕が気になったのはボールもらってちゃんと体勢立て直してクロス上げたのに、クロスのボールタッチ割ったりとか、それは気になりましたね。まあ、あと言ってくれたように1対1ちゃんと仕掛けて、まあ、抜きはあんまりできなかったんですけど、まあ、中にショートパス出したりとかはしてたんで、まあ、そこはまあ良かったかなって感じですかね。あとコーナーキックがすごい良かったかな。1本味方なしにドンピシャに合わせてたんで、まあ、そこは長所は出せてたかなって感じですけど、やっぱり1対1弱いのは気になりましたね。というのがミドルスブラ戦です。次はダービー戦です、ね。ダービー戦は81分からの出場で左サイドハーフでの出場だったんですけど、まあそもそもこの試合勝ってて、5-4-1でベタ引きするために交代した感があったので、攻撃しに行ったわけではないので、まあ、全然特に攻撃での見せ場はなく、まあ、守備陣はちゃんとブロック形成してたぐらいかなっていうことです。まあそうですね、まあ、特に言うことはないかな。はい、はい、分かりました。というのがクラークです。次はオケディナですね。オケディナはフォレストグリーン戦のミニ出場で、まあ、この試合フル出場となっています。ただ久しぶりのフル出場だったんですけど、まあ、かなり良かったかなっていうふうに思っていて、かなりねドリブルでボール持ち上がってそこからパスをしてた。でロングパスも結構来たりあったりしてるシーンもあったんで、ビルドアップの部分での貢献がかなりあって良かったなっていうふうに思っています。で、あといつも通り前に出たらね、かなりカットもできるし、まあ、ヘディングは競り合って勝てるし、ごちゃごちゃしたとこでも、まあ、相手の攻撃防いだりだとか、まあ、そういうややこしい場面でもちゃんと相手の攻撃防いでたのが良かったかなっていうふうに思いましたね。ちゃんとカバーリングとかもしたし、この試合は久しぶりの出場にかかわらずめちゃくちゃ良かったと思うんです。そうですよね、かなり久しぶりやったんですけど、まあ、マーク緩かったらスピード早めて立ってパス通したりとか、かなり持ち上がっての展開が良かったですよね。今まであんまり展開いい感じはなかったんで、かなり良かったです。まあ、守備でも1対1を抜かせずに対応できてたんで、かなり良かったんじゃないですか、この試合は。久しぶりの試合にしては、はい、よかったです。そうですね。はい、というのが、フォレストグリーン戦、まあ、オケディナの試合ですね。で、次がトレーシー、はい。トレーシーはまずボルトン戦にフル出場になっています。この試合は、スタートポジションは一応右サイドハーフやったんですけど、試合中かなり左右に動いていました。で、この試合、自分の印象としては、一生相手のボール奪って、そこから攻撃したりだとか、自分が受けたときにターンで前向いたりだとかみたいな感じで、すごい良かったなっていうふうに思いましたね。なんかいろんなところにトレーしようって、なんかインパクトがすげえなっていうふうに思いました。そうですね。本当に右サイドが主戦場だったんですけど、中央行ったりとか、左サイドに行ったりとかで、あと中央から出て、ダイアゴナルに左に移動して、
ペナルティーボックスに出たパスをダイレクトでシュート打ったりとかもできてたんで、まあ、ここはちょっと決めてほしかったんですけど、かなりいいチャンスだったんで、まあまあでも相手の脅威にはなってたんじゃないですか。うん、うん、そうですね。っていうのがボルトン戦でかなり良かったなっていう思いますと。で、次はフォレスト・グリーン戦。フォレスト・グリーン戦は75分からの出場となっています。まあ、この試合、右サイドハーフの出場やったんですけど、まあ、15分だけの出場にかかわらず、結構貢献できたのもあって、まあ、中央でターンして前向いてサイドの選手使ったりだとか、まあ、ターンしたら相手にファール されて、まあ、そこでフリーキックもらえたりだとか、まあその中央でターンした時以外でもサイドの選手を使ういいパスがあったりして、あの短い時間ながら攻撃にすごい貢献できてるなと思いました。そうですよね、カウンターで前線に走ってボール受けたりとか、ディフェンスにプレスかけたりとか、後半から残り少ない時間で出たんですけど、うん、与えられた仕事をしっかりしてって後半から出た意味、途中交代で入った意味があったんじゃないですかね、これは。はい。ですね。すごい短い時間でもプレーできてよかったと思いますと。で、次がパロットですね。パロットはリンカン戦、プリマス戦、フリートーク戦、ポーツマス戦の4試合に出場しています。で、まずはリンカン戦。リンカン戦は、60分からの出場やったんですけど、まあ、あまり良くなかったですね。で、ストップの下がり目での試合だったんですけど、まあ、キープあんまりできひんし、ボール持った時の判断悪いし、パスミスするし、みたいな感じで、正直良くなかったと思いますね。この試合以降も最悪なプレーがあって、ファイナルサーズでフリーでボール持ってて、まあ、味方が動き出してなかったのに、かなり怒ってたんですけど、フリーで、前も空いてたし、ドリブルで突破できるスペースもあったんで、ドリブル突破してからミドルシュートっていう選択肢がなかったんかなっていうのが、かなりちょっと疑問でしたね。このプレーは最悪やったと思います、正直。なんかこう、調子の良くなさが現れてますね。自信のなさというか絶対前やったドリブル突破して打ってたと思うんですよね、ミドルがかなり減ってる印象っすね。と、いうのがリンカン戦ですと。次、プリマス戦ですね。プリマス戦は63分までの出場となっていて、この試合、やっと点を取りましたと。やっとっすね。相手のバックパスのミスを奪って、まあ、そのままゴールを決めたっていうのが、まあ、やっと点に結びついてよかったなっていうのはあったんですけど、まあ、ただそこから後半のプレーとかはあんまり良くなかったかなと思ってまあ後半だって一応マーク引っ張って味方のクロスのスペース作って、そこにちゃんと何を3人目の選手が入ってきて、そういうシュートを打てたりとかっていうシーンもあったんですけど、まあ前半にほんまにそのこの点取ってなかったら、この試合も正直そんなでしたねって言わないといけないような試合だとは思います。本当にゴール決めれてよかったですね。でもまあかなりまあラッキーなゴールっぽかったんですけど、まあしっかりゴールキーパー顔合わせる冷静さはまだ残ってたかなって感じですかね。でもまあ、こっから変わってくれることを期待したいですね。はい、まあ、はい、というのがプリマス戦ですと。はい、で次がフリートウッド戦です、ね。フリートウッド戦は65分までの出場となっているんですがですね、この日も2トップの下がり目で出ましたが、65分出てほぼ何もしていないですよ。もう正直言うことはあんまないです。ほぼ何もしてないです。はい、いや本当にこの66分出て本当に書くことがないっていうのは本当にひどかったですね。一番ひどかったかもしれないですね、ここ何試合かで。本当に何もしてなかったですね。もうちょっとね、こんだけ一生時間になって何もできないのはさすがにまずいと思いました、うん。はい、で次がポーツマス戦ですね。まあ、ポーツマス戦は前の試合が良くなかったんでしょうね。89分からの出場となっています。で89分からの出場しても、まあ、何もできないですね。
っていうので試合は終わりました。うん、そうですね。はい。はい、いうことないです。はい。ペナポーツマス戦で、はい、パロットはまあ4試合出て、まあ、総括してもいいんですけど、ちょっと出場時間そんな長くないんでいいかなって思います。なんで、ここで、14の2を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。